近畿大ギの人口負荷に成功昨日近畿大学が日本ウナギの人工孵化と50日間の飼育に成功したと発表しました現在9月12日に人工孵化させた稚魚およそ30匹が50日間で2センチの幼生まで育ちましたさらに おおよそ1100匹の飼育も続けられております。このウナギの人工負化養殖については国立研究開発法人の水産研究教育機構が成功させておりますが近畿大学にはこのような技術を開発するのであれば外部に 情報が漏れないようにしっかりと対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。